みんなよくカラオケに行ったりしますか？カラオケに行って、もしドイツ語でこう曲を歌いたかったら、今日はそれをちょっと紹介したいと思います。で、基本的にドイツの曲はカラオケでないんですよ。でもおすすめはですね、ニーナ99ルフバロン、こう知ってますかな。今 YouTube で見てるから、まあ、もし興味あったら後でどういう曲かをまあぜひ調べてみて音楽を聴いてみてください。で、一つ目は99ルフバロン、これね、99のバルーンのネーナで、あとはね、みんな知らないと思うんだけど、ジンギスカンって実はドイツ語なんですよ。だからこうモンゴルの音楽だと思うかもしれないんだけど、ドイツ人がそのジンギスカンについてこう語る、まあ、そういう音楽なんで、だからジンギスカンもですね、ドイツ語なんですよ。すごいこうね、有名だよね。あとはね、同じジンギスカンのね、モスカーも、あれもね、ドイツ語なんですよ。なので、ぜひ、ドイツ語を勉強したかったら、YouTube で、ネナーとかジンギスカンを、こう、聞いて、こう、字幕をつけて練習してみてください。そしたら、カラオケで、こう、歌えるようになるかもしれない。あとはね、次は、Ein Stern?Der deinen Namen trägt von DJ Ötzi。 これもなんかこうどっちかというとパーティーの音楽で、これもドイツ語です。なので皆さんどうですか？ドイツ語で歌を歌ったことありますか？ぜひコメントで教えてきてください。はい、チュース。